なを救うべく動画を撮っていこう。失礼します。うわゼリーオープン。あら、今のこの私の激しい攻防を見て、このゼリーがいかに強いかが伝わったと思うんですけど、見てください、この長い長い。宇宙人もこれにはびっくり。持ってみろ宇宙人、持ってみろ、持ってみろ、せーの、はい、半分ぐらいの重量になってきましたんで、ここでね、ちょっと一発思いっきりぶちかましていきます。全然できねえじゃねえか。どうしてくれんのかと、この俺の2年間どうしてくれんのかと。暴いていく。はーい。おー、いったー。あっ、痛い。おしゃかせー。2週間が経過いたしました。もうね、今日こそ成功させてやろう。この企画に2週間かかってるってことは、同じくあちらにいらっしゃるゼリーさんも2週間が経過しているんですよ。激臭でございます。ムチのパーンって音は音速を超えていること。チェーンが先に行くにつれてどんどん細くなることで、パワーが凝縮されてね、スピードがどんどん上がる仕組みになっております。あのムチがこのサイズになったら一体どれほどの威力が出るのか、あの激臭になってしまったゼリーさんにね、ムチ当てて真っ二つにしていこうと思います。8回目いきます。うん、よっ、うっ、うっ、いや、
もう全モードですここ。もう絶対ちょん切ってやるからな。あ、行くぜ18回目。奇跡だろこんなの。うわあ、ちょうどあのちょうどガレージのあの隙間に突き刺さってる。めちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃ。うわ。ちっちゃいよっしゃえ、焦げ臭っ。もうこっちはもうこっち8時間ぐらいやってんだ同じこと。もう35投目だぞ。人間の体力は限界。じゃあ宇宙さん全然ダメなようです。明日やればいいよ。もう無理だよ。ダメだったら俺はいっぱい寝る。50回目いきまーす。靴ひも結んだらもうパワー5倍出ちゃうよ。51投目。ゼリー強すぎじゃね。ちょっとね、あの地球のゼリーが強すぎたんで、ちょっともう宇宙人一同びっくりしてる。びっくりしてしまってね、もうあの母船の方もあのこちらに見に来ていただいてます。
てる。さあ、周りが割れた、周りが割れたのはなんで？俺をね怒らせたら皆さんこうなると思ってください。なんかこの瓦硬いよね。